ナサニエル・ライアンはアメリカ陸軍の職業軍人であり南北戦争の北軍では最初に戦死した将軍である戦争の初期段階のミズーリ州で活躍したことが知られているライアンはアメリカ史の中でも議論の多い人物であるミズーリ州のアメリカ合衆国だったいを止めるために素早く行動したことと強硬な連邦主義を認める者も,もおれば 脱退問題について、多くの水売り囚人を熱くさせたキャンプ・ジャクソン事件の、ような出来事でのその周りを騒がせる、影響力や役割に疑問を抱く者もいる。ライアンは、コネチカット州、アッシュフォードの一農園で、甘さと毛材やノールトンのライアン夫妻の息子として、生まれた。少年の頃は農業を嫌った。その親戚には、 アメリカ独立戦争で戦った者がおり、ライアンもその奇跡をたどろうと決心した。1837年に陸軍士官学校に入学し、1841年に52名の士官候補生中11番目の成績で卒業した。ライアンは卒業後、第2アメリカ風評連隊に配属となり、連隊とともにセミノール戦争や米北戦争で従軍した。 メキシコとの戦争にアメリカが関わることに火を鳴らしていたが、メキシコシティの戦いで敵方兵隊を捕まえた時の目だった勇敢さで、中尉に昇進し、コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いで大尉に名誉昇進した。その後返境に派遣され、1850年のカリフォルニア州クリア湖におけるブラッディアイランド虐殺と呼ばれるポモ族インディアンの虐殺に参加した。 カンザス州のライリー取りに拝典になった後で、頑固な奴隷制廃止論者になり、血を流すカンザスと呼ばれた、教会州で勤務している時に、共和党員になった。1861年1月、脱退の危機について、もはや理性に訴えても無益であり、県に頼るだけだと記していた。セントルイス武器庫を背景に立つナサニエル・ライアンの、記念碑1861年3月、 ライアンは、第二アメリカ風評連隊の D 中隊を指揮して、セントルイスに到着した。当時、ミズーリ州の民衆と政府は、北部と南部の争いについて、中立の立場を取ろうとしていたが、クレーボーンエェイ・フジャクソン知事は強力な南部の同調者で、あり、衆議会の多くもそうだった。ライアンは、もし州が脱退を決め、北軍が、セントルイスの北軍武器庫に、 十分な守備兵力を持っていなければ、ジャクソンはそこを占領しようとしているのではないかと、通説に心配した。ライアンは防御力を高めようとしたが、西部方面軍のウィリアム・エス・ハーニー准将を、含めその上官たちからの反対にあった。そこで、フランシス・プレストンブレア・ジュニアとの友情を利用して、自分を武器指機関に指名させた。南北戦争が勃発すると、 エイブラハムリンカアン大統領は南軍を抑え込むために軍隊を要求し、ミズーリ州には4個連隊を供給するよう求めてきた。ジャクソン知事は、この要請を拒否し、故郷の防衛のために訓練するという規定の目的の下で、セントルイス郊外にミズーリ州兵を招集するよう命じた。ライアン自身は北軍よりの民兵組織である。 セントルイスワイドアウェイクに後半に関わってきており、その武器庫から武装させて、北軍の一体として加わろうと考えた。ライアンは武器庫の指揮権を得ると、夜に紛れて、ワイドアウェイク隊を武装させた。武器庫の過剰な武器の大半は密かに、イリノイ州に移動させた。南軍がバトンルージュのアメリカ軍武器庫で捕獲した大砲を運び出して、 セントルイスのミズーリ州民兵キャンプに密かに移したことに気づいていた。ライアンは農夫人に変装して州兵キャンプを探ったと言われ、続いてジャクソンがミズーリ州兵のために武器庫を奪おうという計画を暴露したと主張した。5月10日、ミズーリ志願兵連隊と第二アメリカ風評連隊をそのキャンプに向かわせ州兵の降伏を敷いた。 ライアンが捕虜を市内を通って、セントルイス武器庫まで行軍させると、セントルイスで暴動が起こった。この出来事が、キャンプジャクソン事件を誘発し、ライアンの部隊が村がある民衆に発砲して少なくとも75人を負傷させ、28人を殺した。連邦軍兵士2名と民兵3名も殺され、他に負傷した者もいた。 どちらが最初に発砲したかが論争となっており、それは酔っ払ったボートからだったという証言もあるし、言われのない攻撃だったと主張する者もいる。ライアンはそれでも順調に昇進し、ミズーリ州北軍の指揮を任された。ライアンは7月2日に西部軍指揮官に就いた。6月、ライアンはセントルイスでハーニーが締結していた協定を更新するために、 ジャクソンと直々に会見したが無駄に終わり、ジャクソンとミズーリ州兵隊に対する戦争を宣言した。ジャクソン知事はまず、ジェファーソンシティの州会議事堂に逃亡し、続いて、州政府の面々と共にブーンビルに退いた。ライアンは、ミズーリ川を遡り、6月13日に、ジェファーソンシティを占領した。ライアンは、 追跡を続け、6月17日のブーンビルの戦いで、ミズーリ州兵隊の一部を打ち破った。ジャクソン、州政府及び、ミズーリ州兵隊は南西に撤退した。ライアンは北軍寄りの州政府を樹立し、後に残っていた、連邦主義者で、州県自総長の J. プロクターノットを解任した。さらに南西に動く前にその軍隊を補強した。ナサニエル・ライアン。 おそらくウィルソンズ・クリークの戦いを表現した半が7月13日までにライアンはスプリングフィールドに約6000名の北軍兵と共に宿営したミズーリ州兵隊はライアンから約75マイル南西に降りスターリング・プライスが指揮し7月末近くにはベンジャミン・マカロック巡位の部隊と合流した本性南軍の勢力は約12000名となり スプリングフィールド攻撃の作戦を立て、7月31日に北東に行軍した。両軍は8月10日の夜明けにスプリングフィールドの南スマイルで返した。ライアンはひどく劣勢になっていた兵士たちを鼓舞している、時にすでに2箇所の傷を負っていたが、頭、足及び、胸を撃たれて、劇的な戦死を遂げた。ウィルソンズクリークでは、北軍が敗北したが、 ライアンの素早い行動で、ミズーリ州の南軍より戦力の効力を無効化し、北軍がミズーリ州を支配することに貢献した。ウィルソンズ・クリークから北軍が撤退した後の混乱の中で、ライアンの亡骸は誤って戦場に残され、南軍に発見された。それは、スプリングフィールド郊外の北軍兵の農園に短期間埋葬され、 その後ライアンの親戚に返還された。最終的に意外は、コネチカット州イーストウッドの家族墓地に埋葬され、葬儀には、推計1万5000名の群衆が参列した。スプリングフィールド国立墓地にはライアンを記念して、慰霊碑が立っている。ライアンは、ミスボらしい外観のキャシャな人物だった。その長靴は磨かれていないことが多く、制服はしばしば色あせていた。 気象は光を失っていた。それでも、その部隊兵はライアンを崇拝したと言われている。ライアンはからしを好んだと言われ、戦闘の最中でも厚切りのパンの上にからしを厚く塗っているのを舞台兵に目撃された。ライアンは結婚しなかった。その財産をアメリカ合衆国政府に依存したと書かれることもあるが、これにも論議がある。 1861年12月24日、アメリカ合衆国議会は、コナサニエル・ライアン順将の優れた愛国的奉仕に、彼の生命を捧げたその奉仕を受けた国はその栄光の一部として、彼の名声を守り保存する。ミズーリ州、スプリングフィールドの戦闘で、圧倒的な敵に対して、コライアン将軍のもで国家の名誉を守り勝利を、成し遂げた勇敢な士官たちに議会に、 感謝の言葉をここに与える。という感謝決議を成立させた。カンザス州ライアン軍ミネソタ州ライアン軍カリフォルニア州、ライアンズバレージャマルを呼び、ネバダ州ライアン軍は、ナサニエルライアンの栄誉を称え名付けられた。二つの鳥でもライアンにちなんで名付けられた。コロラド州のライアン鳥と、南北戦争中に、ワシントン DC を守ったバージニア州ライアン鳥で、ある。 ありがとうございます。